第3回目となる A1FD のレビュー、今回はアンプでの効果検証、それからウッドベースでの2チャンネルミックスを使ってレビューします。基本的な動作や効果の説明は機能説明編をご覧ください。概要欄にリンクあります。まずはアンプでの効果検証です。トランジスタのベースアンプにこれをなんとなく通してバッと音出した時にすごいモチッとしたんですね。というか私の好きなアンプだったので、まあ、知ってるアンプですね、完全に。なのでこういう音するんだなと思って、さらに上の音が出てきたと、こいつを通したらというのが感動的だったので、うちにベースアンプではないんですが BOSE の S1 Pro っていう、そのいわゆるソリッドのアンプですね、があるので同じような感じで試してみたいと思います。ではどうぞ。いかがでしたでしょうか。味付けしない方向でもチェックしましたが、以前レビューした A1992B Pro は通しただけでがっつりロックな極上ベースアンプに化けましたが、こちらはフラットな DI としても使えるくらいなので、よく聞かないとわからない違い、音は変わらずに粘り気が出るみたいな上質のスタジオ機材のようでした。 A1992B Pro の対極にあると最初の動画でお伝えしたのはまさにこのことでございますよと。2つとも実際にお店ででも試してもらえたら経験値も上がると思います。では次はいよいよウッドベースで見ていきます。 A1FD アコの特徴である2チャンネルミックスインプットを使います。こういうステレオのケーブル、 TRS-PHONE のケーブルですけれども、2つのピックアップの信号を1本のケーブルで A1FD アコに送ります。以前の動画で扱ってますので概要欄にリンクあります。こちらの上側のボリューム、2系統の音量調整できます。上側の2チャンネルミックスインプットに接続して K&K ビッグツインと MSP ピックアップで試します。そしてウッドベースにも接続。まずは各ピックアップを別々に聞いてみます。今までと同じくミッドがフル、他はゼロでまずはやってみます。まずは MSP だけです。次にビッグツインのみで聞いてみます。ビッグツインの方が扱いやすそうなので、こちらに MSP を最終的に足す形でいきます。ビッグツインだけにして EQ 調整していきます。ベースを上げていってみましょう。さらに上げてみましょうか。アコギと同じでボディ鳴りが増していく感じがします。ベースを全開にしてみます。弾いてると生音と混ざって気持ちいいですが、かなり低域のノイズもきます。ウッドベースは増幅するとハウリングや変なピークが出やすい楽器です。ライブの場合は当日のサウンドチェックで音を確定できるか、PA さんを困らせない音で渡すことができるか、結構死活問題だったりします。ベースは1時くらいにして、次にトレブルを上げていってみましょう。まずは10時くらいです。さらにトレブルを上げます。
定がはっきりしてくるのかな。このあたりは聞こえすぎてもピッチが超シビアになりすぎます。程よいところを探ってみますね。トレブルがベースに比べて少し小さいくらいの EQ となりました。どの楽器でもだいたい同じようなバランスになりますね。試しにブライトをオン。空気感がマシマシになりますね。なんとなくアコギの時よりその印象が強いです。このまんまトレブルをゼロにしてみましょうか。モワモワはしてますけど、モワモワのまんま空気感は足されているような感じがします。ブライトは空気感、トレブルは音程感、ベースで箱なり感ですかね。ミッドレンジをワイドにしてみます。ごわんごわん言いますね。コントラバスらしさみたいなのが上がります。弾いた後に音が残りますね。うんみたいな気持ちいい音なのですが、この余韻が多いとハウリングとかアンサンブルでキレを悪くしてしまったり、いろんな弊害があります。だからといってすぐには諦めずに、試しにこのままブライトをオンにしてみます。かなり生っぽい音になったかな。バランスも取れてていいですね。まだビッグツインだけですがいい感じです。クロスオーバーポジションをはい。これはさっきのミッドレンジより余韻がきついです。ミッドフルという使い方をしてますので、このスイッチの効きも大きくなりますね。自分のライブ仕様で今回考えると、ミッドノーマル、ブライトもオフ、これに MSP の音を足していってみます。 MSP に別の EQ を作れるわけではないので、テイストを加える感じですね。試しに全開で混ぜます。こんな感じですね。わずかにカランっていう成分が入ってきます。わびさびでウッドベースを使うときは、今のところドラムがいないので、指板を叩いた時の音も綺麗に拾ってほしいんですね。ノリを出すのに結構大事な要素だったりします。 MSP は表板の音を拾ってるわけですが、その上の空気も拾ってる感じなので、ウッドベースのパーカッシブなニュアンスを生々しく拾ってくれるのではと期待しています。前回から半分くらいまで下げていきます。もう少し絞ってみようかな。さらにもう少し絞ります。こんな感じでとりあえずは良いかなと思います。あとは実際合わせてみてとか、本番会場の感じで微調整ですね。結構ウッドベースは EQ 駆使しないとラインの音は作れない、そういうパターンが多いですが、これだと思ったよりアコギと変わらない。あとは本番の環境で変わるとは思いますが、現時点でも EQ グリグリして格闘のようなことはしてないので、これは結構驚きでした。ちょっとおまけで、最近始めたアルコでどんな音か。半年後の自分に期待。でもラインの音でこれなら、芯も空気感もある音だし大満足です。
アルビットのね A1FD のレビューをさせてもらいました。この A1FD アコ、今はこのアルビットさんのね貸し出しキーで試してるんですけども、これに関してはもう完全に私も買います、使います、一線で、はい。でそれぐらい本当に気に入った一台でした。この動画ですね、良かったなと思ったらチャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いします。またね、気づいた点だったりとかございましたら、感想とかあったらコメント欄でもね、お聞かせいただけると嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。Take it away. 今すぐ